カール・ヒューイットカール・ヒューイットは、マサチューセッツ工科大学の電気工学、計算機科学科の名誉准教授である。ヒューイットは、世界初の人工知能向けへプログラミング言語、プランナーの設計で知られている。プランナーは、手続き的計画に基づいた言語であり、表明とゴールからパターンに基づいて、手続きを呼び出す。ヒューイットは1971年、マービン・ミンスキー、 シーモア・パパーとマイク・ピーターソンの指導のもとで数学の学位を取得した。彼の高レベルな手続き的計画という形式の手続き的知識の埋め込みという方法論は、ジョン・マッカーシーの提唱した論理学的手法とは一線を画していた。プランナーのサブセット、ミクロプランナーは、ジェリー・サスマン、ユージーン・チャーニャック、テリー・ウィノグラードが実装した。 これはウィノグラードの有名なシュラドループログラムに使われ、エウギネ・チャーニアックの自然言語ストーリー理解や他のいくつかのプロジェクトに使われた。マイク・ピーターソンとの共同研究で、ヒューイットは再起呼び出しが繰り返しよりも強力であることと、並列処理が再起よりも強力であることを証明した。ヘンリー・ベーカーとの共同研究で、彼は計算に関する物理法則を発表した。 その法則は、デーナ・スコットが、計算機能の連続性判定基準を導出する、元となった。彼は、コリューチンが再起よりも強力であることを証明し、平行性が、並列的コリューチンよりも強力であることを証明した。ヒューイットと彼の同僚や学生は、アクターモデルに関する業績でも知られている。アクターとは平行計算の汎用的基本要素である。 アクターモデルに影響を与えたものとして、リスプ、シミュラ、ケーパビリティ、ベースドシステム、パケット通信、初期のスモーレトークが挙げられる。ヒューイットは、ビル・コーンフェルドと共同で、サイエンティフィック・コミュニティメタファーを開発した。他にも、ガベージ・コレクション、プログラミング言語の設計と実装、マルチ・エージェント・システム、矛盾許容論理などについても貢献している。その後、 ューイットは社会学、人類学、組織科学、科学哲学、サービス科学を情報学に取り込む研究を行ってきた。また彼は超並列性にも興味を持っている。ありがとうございます。